しに行くって3人で、遠征するのはなかなかないですけど、はい、なぜまた山梨、富士山がマシマシの形に近いんで言ってよ、来なかったから。そしたらで、今はね、その談合坂サービスエリア、そうね、一旦サービスエリア見ますか。そうね、ちょっと見てみよう。はい、やっぱ豚まんが気になるな。いや、そうね、豚まん B1 チャンピオンって書いてある。豚まん行きましょう。あの、取材交渉してみますね。初めてです、ラーメン屋さん以外に取材交渉するの。大丈夫です。あ、ほら大丈夫だな、そうだ、ほら、だけそうそう、ジャンガチカウで、ジャンガチカウで行きましょうか。はい、チョキ出します。え、まあ、そういうやつ。まあ、俺もチョキ出すんですけど、はい、チョキだ。回りました。行きましょう。最初、グッチョキ。あらららら、ら僕ですか。まさかだな、これ。これちょっと映しよう。めっちゃ出てますね。マジで食いてる。めちゃめちゃ出てます。分厚。あ、マジ？本当だ。え、ちょっと俺思ってた豚まんと違うぞ。すごい。ちょっとこれ見てもらいたいんだけど。でかいね。中以前に外がもう重厚で、うん、あ、うわ、あっちゃっちゃっちゃ、うわうわうわ、湯気がすごい。肉もめっちゃ入ってんだこれ。うわ、いただきます。あ、うまっ。外がカリッとしてるんですけど、中しっとりしてるんで、ものすごいバランスがいいですね、これは。で、肉汁がすごい溢れてくるんで、めちゃめちゃうまいっす。はい、うわ、マジうまそう。 うまい食感するわ。いや、そうだ。いただきます。どうでしょうか。これはうまい。これうまいわ。食べ応えがね、うん、すごいあって、お腹いっぱいになる。え、絶対これ。マジでちょっとお腹いっぱいになっちゃっていいかなと思っちゃう。ボリュームもあって、あ、重いね。そうなのよ。ここまでかじっててもまだ重い。あと香り、あ、豚の吐息が聞こえてくるような。ねえ、うわっ、熱々。焦げた感じのワイルドさ。普段あのテロップで解説してるから下手ですね。うまいっす、これ。いや、意味わかんなすぎんだよ。はい、何これを触るって、俺だって、どんなね、いや、もう、いや、もう、思った通りよ、全部。ね、本当にもう、いや、これ触るもんじゃないから、なんか、ご利益あるじゃん。ご利益あるかも。いや、ないって。これ、渋谷にあるけど、これは触んないです。いや、ビリケン、これは触んないです。ビリケンさんは触んないと。ビリケンさんは触んない。これ、スクラップしますわ。本当にやるんです。本当にガラガラついてる。はいはい、あ、ハンコックのマークだね、これ。うわ、一気に。はい、よっしゃ。スクワットで。あ、キリンがいいかな。キリンのスクワットで行きましょう、ちょっと。ほら、なんか、このこの、ね、顔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 、色剥げてます。持ちすぎて、みんな持ってる。持ちすぎて剥げてる。ああ、まあまあ、そうだね。あ、トリックアートあった。え？ 3D だ、3D。 見てやんないんだね。意味が分かる。800円になります。はい、待って、もうだって、大きすぎて、これだけ2個っすよ。すごいっすね。はいはい、すごいって言って、普通だったら食べるんだけど食べない。後が控えちゃって。ジローが待ってるから。あ、よっしゃー。いやー、行ってきちゃった。サービスエリアからサービスエリア。ということでね、今度談合坂も楽しいとかやりつつ、はい、さあ、目当てのお店に行くぞ。
。